今回は避難所でも大活躍するこちらエスパックスさんの段々箱ベッドをご紹介します。こちらはですね、自治体にもすごく注目されているんですが、その理由がこちら。まず一つ目が保温性、そして二つ目が誰でも簡単に組み立てられる、そして三つ目が丈夫でとってもエコなんです。ということで今回簡単に組み立てられるということなので、私が一人でこの段々箱ベッド組み立てていきたいと思います。イエイ。さあ、それでは組み立てていきましょう。じゃあ開けますよ。中身は大きさの違う段ボールがいくつか入ってます。とりあえず全部出してみますね。中身はこの3つだけです。じゃん、空っぽ。なので今からこれを組み立てていきたいと思います。まずなんかちっちゃな段ボールをね、いっぱい作っていくみたいなので、まずこっちの方から作っていきます。箱が4つ完成しました。そしたら次は2番目に出したこの箱を組み立てていきます。これを開いてこれ入れていくんだ。そういうことだよね。これをさっき作った4つのちっちゃな箱を入れます。まずこれが1セット完成です。これを6個作って1つの大きなベッドになるみたいです。でもこれはあと6個作る元気はもう私には残っていません。ということでヘルプガイズカモン。めっちゃ困ってるじゃん。ということでここからは皆さん早送りでご覧ください。6個出来上がりました。で、最後に出てきたこのお好きな段ボールを上に乗せて完成です。あ、え、すごい。あ、いいよいいよ。これをあと2枚上から乗せる。完成したということなんですけれども、やっぱり気になるのは寝心地じゃないですか。なのでちょっと寝てみたいと思います。あ、結構上手ですね。あ、いい感じ。あ、普通にベッドね、すごく寝心地もいいですし、保温性が優れているので、この床の冷たさとかが直に感じられないので、やっぱりこのダンボールベッド画期的ですね。いいですね。で、ダンボールベッドって実は寝るだけじゃないんですよ。このダンボールの中になんと収納までできるんです。実はここのダンボールの中にこんな大きな寝袋とかもすっぽり入っちゃうんです。こんなにコンパクトに収納ができるっていうのは本当にありがたいですよね。皆さんもぜひこちらの段々箱ベッドをチェックしてみてください。ということで、以上、段々箱ベッドでした。皆さん、さようなら。